このシリーズでは Adobe After Effects を使って YouTube チャンネルのオープニング動画の作り方を解説していきます。ですが、一口にオープニング動画といってもチャンネルによって求められるオープニング動画は異なりますので、テイストはひとまず置いておいて、作成するオープニング動画を尺の長さ別に3タイプに分類して、それぞれの効率的な作業の進め方やポイントを3本の動画に分けて解説していきます。今回は2つ目の20秒以上の長いオープニング動画の作成の仕方を解説します。このタイプの長尺のオープニング動画にはデメリットがあります。まず一番大きいデメリットは視聴者の離脱率です。 YouTube で視聴維持率はかなり重要で、動画を長く視聴してもらうには冒頭で視聴者の心をつかむことが大事です。動画の冒頭30秒は特に気を使って編集する必要があります。そんな大事な冒頭部分に毎回お決まりの長いオープニングを見せられると、視聴者は動画から離脱してしまいます。特に一元さんの視聴者はサムネイルとタイトルを見て動画をクリックしているので、期待している本題になかなか入らないと動画から離脱されてしまいます。一元さんにとっては代わりの動画は他にもありますから、飛ばされて次の動画に行かれてしまいます。特にこのチャンネルのようなハウトゥー系などの解説動画には向きません。ハウトゥー系は情報を目的に動画を見に来る人が多いので、いわゆる一元さんが多い傾向が強いからです。そして手軽さの数値を見ても、長尺のオープニングを作成するのは労力と時間が必要で、技術的にも難易度が高いです。やるからにはクオリティも求められるので、初心者向きではありません。ですが、必ずしも長いオープニングが悪いわけではありません。グラフに示した通りメリットもあります。定番のオープニングをしっかり作成することで、より番組っぽさやチャンネルの世界観を視聴者に伝えることができます。ただしこれには条件があって、内容が短い動画には絶対に向きません。例えば内容が3分の動画なのに、そのうち1分がオープニングではバランスが悪すぎます。内容の尺が1時間くらいある、しっかりとテレビ番組に近い形式の動画には効果的です。特に毎週定期的に生配信などをしている番組に効果的だと思います。理由はハウトゥー系とは逆で、生配信の番組の視聴者はそのチャンネルのファンであることが多いので、長尺でも了承の上で見てくれるのです。このタイプの長いオープニング動画は3から8秒の短いオープニング動画とは作り方も変わってきます。ある程度長いオープニングになると、 AE だけで完結するよりも V コンテとしてプレミアなどの編集ソフトで動画の設計図を作り、それに従いパートごとに AE でグラフィックを作っていき、完成させていくという手順を取った方が作業がスムーズです。長尺のオープニングでは全体の構成が大事になるので、コンセプトやストーリー性などは V コンテの時点で出来上がってる必要があります。コンテを切る主な理由は、まずアイデアのメモ帳の役割、思いついたことを V コンテに組み込んでメモ帳として使います。あとはクライアントへのプレゼンや他の作業スタッフへの資料として使用できます。 V コンテは仕上げた映像から順番に部分的に置き換えていくので、映像全体の進捗状況を常に把握できるメリットがあります。さらにパートごとに AE で作成すべき映像の尺の長さが明確になります。プレミアで V コンテを作り、全体的にうまくいくと確証を得た上で、 AE での作り込み作業に入るということです。作り込みに入ってからでは全体の構成の修正は難しいです。今回は長いオープニングを作る際の作業の進め方や考え方について解説していきます。長いオープニングの制作手順とポイントはこちら。まずメインの BGM を決めることが最初の作業になります。今回の案件ではあらかじめ決まった BGM を使用しましたが、自分で決める場合は音楽素材サイトから好みのものを厳選してダウンロードしましょう。そして1で決めた BGM に合わせてプレミアで映像の下書きになる V コンテを作成していきます。 V コンテは自分のためだけでなく、撮影が必要な際は撮影スタッフに説明するための資料にもなります。 V コンテは最終的に映像として残ることはないので、著作権などは気にせずにネットにある理想のイメージをプリントスクリーンなども使用して、自分のイメージに近いものを自由に使用して作成しましょう。そしてその V コンテに従って AE で映像の作り込みをします。作り込みが終わったパートはプレミアに戻して映像を差し替えていきます。では先に出来上がりの映像からご覧ください。
この動画は私が作成した着物屋の YouTube 番組のオープニング動画です。尺は38秒あります。今回は許可をいただいたので、この動画を使ってどのような手順で長尺のオープニングを作成していくかを解説していきたいと思います。 AE のテクニック的な話ではなく、主に V コンテの作成の方法と考え方、その作業手順を知ってほしいです。オープニング動画を作るには番組に関連する素材でその尺を埋める必要があります。なので、チャンネルのネタとして使用できる要素をかき集める必要があります。あなたがもし人の YouTube のオープニング動画を頼まれて作るなら、使える要素を聞き出して余すことなく使えるものは使いましょう。あなたがチャンネルについて理解分析できなければ、良いオープニング動画は作成できません。このチャンネルは着物に興味がある人に向けて、着物に関する様々な情報を発信している YouTube 番組です。チャンネルの特徴はこちら。毎週土曜日の21時から1時間の生配信。番組開始から12年という長い歴史がある。着物ファン、リピーターが多いチャンネル。使用できる要素、素材はこちら。番組ロゴ、出演者の紹介、実店舗の写真、番組開始時間、YouTube の画面、視聴者のハンドル名、店長が主催しているイベントの写真、機材の写真、実店舗の地図、着物の写真、スタッフの写真、番組開始から使用しているおなじみの BGM、以上になります。頭を整理するためにも、使用できる要素をこのように並べてコンテを作っていきます。これらを踏まえて、私がこの動画を作成するために作った V コンテがこちらです。ご覧いただいて分かったと思いますが、このオープニングは先ほど挙げた使える要素を余すことなく使ったオープニングになっています。説明のために右側に V コンテ、左側に完成動画を表示しております。 V コンテを作る時の重要なことは、視聴者の視点に立ってストーリーを作成すること、 BGM のテンポ、タイミングに合わせた演出を考えることです。目指すべき完成動画は、そのチャンネルのファンが見た時にワクワクするような動画でなければなりません。それには BGM に合わせた演出でオープニングを盛り上げる必要があります。それにはまず完成がイメージできるような V コンテを作りましょう。 V コンテができた時点で頭の中に完成図ができているはずです。あとはそこに向けて AE で映像を作り込むだけとなります。では V コンテの解説をしていきます。ここでは YouTube の再生画面とコメントが流れる様子を冒頭に持ってきています。これにより生配信のライブ感を出しています。完成動画ではここによくコメントしてくれる数十名のハンドル名をテロップとして追加しています。視聴者のためのオープニングですので、効果的な演出だと思います。ここでは番組のロゴに乗り換わっています。もともとオープニングを作る理由の一つとして、番組名を覚えてもらうという意味もあるので、番組ロゴがある場合はどこかに入れておいた方がいいです。ここでは店長が入ってきてポーズ。店長のニックネームと背後には着物の写真素材を配置しています。出演者の紹介ですね。これも外せない項目です。ここでは着物屋の実店舗の店内写真を2枚使用しています。これによって実店舗の存在を見せることで、より格式高いイメージを出すことができます。ここでは生配信の準備ということで8要素を詰め込みました。上に表示した8枚の絵をテンポよく素早く切り替えることで、クライマックスの盛り上がりを演出しています。
音と絵の切り替えタイミングを合わせてあげるとかっこいいです。もう一度再生してみましょう。生配信の直前の緊張感が伝わります。では次のパートに行きましょう。当時この着物屋の店長は着物イベントを東京国際フォーラムで開催することを目標としていました。なので店長の瞳にズームすると目標であるイベント会場が映るという演出です。このように配信者の思いや目標なども聞いておくとそれも使える重要な要素になります。これが最後のカットです。毎週配信している実店舗の愛知県からズームアウトして引き切ると番組ロゴが世界に広がるという演出です。これはこのチャンネルを通して着物文化が世界に広まってほしいという演出にしました。クライアントの気持ちや思いを映像にしましょう。そしてチャンネルの特徴をつかみファンの立場になってストーリーを考えましょう。これで V コンテの説明は終わりました。今回のこの案件では BGM は決まったものを使用しましたが、もし決まっていない場合はまず BGM を最初に決めてください。そして BGM に合わせてそのチャンネルの使える要素を配置して V コンテを作ります。今完成の動画と並べてみていますが、クオリティこそ比較になりませんが、音との切り替えタイミングや使う要素の尺は出来上がりとほぼ同じになっています。それだけ V コンテの影響が強いと思ってください。 V コンテで組み立てた構成はなかなか途中で変えられるものではありません。そしてこの V コンテなら十分に出来上がりがイメージできます。あとはこの V コンテに従ってそれぞれのパートを AE で作り込むだけです。ではここからどうやって動画を完成させていくか。こちらはプレミアの作業画面です。現時点では V コンテが出来上がったところです。この V コンテからパートごとに書き出します。プレミアから AE に持っていき AE でグラフィックを作り込みます。そして出来上がったパートから再びプレミアに戻します。プレミアのコンテと差し替えていけばいいのです。全て差し替えた時動画が完成します。この作業は単純です。実際にやってみましょう。プレミアの V コンテからそのパートを BGM や音声ごと書き出します。今回はこの店内写真のパートの作業をします。店内写真のパート部分だけを書き出します。この時書き出すのはあくまで当たりとして書き出すだけなのでビットレートは低くて構いません。その時ファイル名の末尾にアンダーバーあたりと名前をつけて書き出しています。こうすることでファイル名で V コンテから書き出したファイルと分かるようにしています。今書き出した MP4 を AE に読み込んで新規コンポジションにドラッグしてこのコンポジションでグラフィックを作成します。店内写真の元画像をインポートしてアニメーションをつけていきましょう。 V コンテ通りになるように2枚の店内写真を配置していきます。では両方の写真にじわりとズームする動きをつけましょう。写真にズームの動きをつけるだけでだいぶ変わりました。仮にこれで完成とします。できたらこのコンポジションからそのままレンダリングしてプレミアに返すだけです。その時書き出すファイル名の末尾にアンダーバー返しと名前をつけています。これは全く真似しなくていいですが名前のルールは決めておいた方がいいと思います。作り込みが終わったとしてレンダリングしましょう。書き出しが終わりました。では再びプレミアに戻します。今 AE から書き出したファイルをコンテ部分に上書きするように配置しましょう。このやり方ならプレミアに戻した時尺もぴったりはまるはずです。再生します。これで V コンテの中の店内写真のパートが完成しました。あとはこの要領で他のパートも同じように作業するだけです。いかがだったでしょうか。今回この動画で私が最も言いたかったことは V コンテの重要性です。V コンテを作成しないで行き当たりばったりで作っていくと要素が足りなくなったりテーマを見失います。
V コンテを作成するときは動画に使用できる要素を集めてストーリーを組み立てましょう。全体の構成を考えて V コンテを組み立てるプレミアの作業とパーツとしてグラフィックを作り込むアフターエフェクトの作業は分けて考えましょう。 V コンテができてしまえばあとはプレミアから当たりとして音声付きで映像を書き出して AE に持っていきます。この時書き出すものは低画質で良いです。それを当たりにして AE で作り込み映像を完成させます。出来上がったらそのまま AE から映像を書き出してプレミアに持っていきます。この時書き出すものは非圧縮に近い動画として書き出します。パートごとにこれを繰り返し全体の映像を完成させていきます。すべての V コンテが AE で作り込んだ映像に差し替わった時映像は完成します。このように AE とプレミアをうまく分担して作業しましょう。よく初心者の方で映像をどこから作ったらよいかわからないという人もいると思いますが、そう悩んでいる時点で V コンテが必要な映像の可能性が高いです。今回はオープニングを例にしましたが、ある程度長いオープニングを作成するなら V コンテが必要になります。そこが短い尺のオープニングの作成方法と決定的に違うところです。動画の作り方の流れに正解はないと思いますが、私は今回紹介したような方法で作成しているので、ぜひ参考にしてください。これはオープニングに限ったことではなく、長尺の動画はだいたいこのようなワークフローで作成しています。そして、これはオープニングを作る時のコツですが、音楽とアニメーションを合わせることがものすごく重要です。今回私が紹介した例では BGM はあらかじめ決まったものを使用しましたが、自分で BGM を決める場合は時間をかけて決めましょう。BGM を初めに決めておくことが重要で、BGM に合わせて V コンテを作り上げていきましょう。特にオープニングはノリが大事です。最後に余談ですが、このタイプの動画はあんまり YouTube に向かないのかもしれませんが、クリエイター視点ではがっつり長尺のオープニングの方が作りたいですし、魅力的ですよね。短いものならテンプレートでもいいものが作れてしまいますからね。このタイプはあんまり YouTube でも使われていないので、使用率の項目を1にしましたけど、誰もやっていないからこそやったら目立つと思うので、ぜひ皆さんに挑戦してほしいです。このグラフで見るとネガティブに捉えてしまうと思いますが、使用率が低い点は別に人が使ってるかどうかなんて気にする必要ないですし、手軽さが低い点は確かに長いオープニングは時間がかかるし手軽には作れませんが、一度作成してしまえば長く使えますからね。そもそもオープニングのような繰り返し使用するものには時間をかけて叱るべきですし、という見方もできます。ただ離脱率についてはよく考えないといけませんね。そこはチャンネルのことをよく分析してファンの立場になって決めるべきです。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。